皆さんこんにちは。日本シーム営業技術部の鈴木大輔です。実は私コーヒーゼリーが大好きなんですよ。今日はですね、コーヒーゼリーなど、包装食品などをリサイクルできる画期的な機械をご紹介したいと思います。今日ご紹介していきたいのはこちらのブンリーです。以前ですね、動画でもご紹介したことはあるんですけども、実はブンリーご好評につき、こちらの小型機のバージョンがラインナップに追加になりました。その名もですね、ブンリーショートと言います。今日はですね、このショートとこちらのロング、この2機種をご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、ブンリーなんですけども、食品の容器と中身を分離する機械になります。投入はですね、こちらから投入していきます。投入された製品はですね、こちらの館内の方に送られてきまして、中身だけが下に落ちてくる、容器の方はですね、こちらの箱の方に落ちてくる、こういう機械になります。分離にはですね、他に、こういった館内へのこびりつきを防ぐために吸水ノズルをつけることができます。あとはですね、こちらの投入口、直接回転体に手を触れさせないためにこういった特殊な構造をとっております。こんなのもオプションで作ることができます。はい、他にですね、分離には様々なオプションをつけることができます。例えばこちら、稼働中にですね、開いてしまわないようにするために、はい、こういったロック機能をつけることができます。それではですね、今回こちらのサンプルを用意しました。僕の大好きなコーヒーゼリー、あとはですね、こちらのペットボトルですね、このようなものを用意しました。それでは投入していきます。できます。分離は館内で容器に傷をつけ、遠心分離によって容器と中身を分離します。コーヒーゼリーのような小さな容器でもしっかり対応できてますね。分離ならもっと大量に処理することも可能ですよ。そう、分離ならね。はい、続きましてペットボトルの方投入していきたいと思います。入れていきます。私たちが普段使っているペットボトルですが、容器が頑丈なため安全に持ち運べますよね。しかし、このペットボトルの中身を取り出すには時間がかかります。分離なら丈夫なペットボトルでも素早くきれいに中身と容器を分離することが可能です。ガンガン入れて分離しましょう。分離が分離することと私が食べられないさ、どっちが早いか勝負したいと思います。いかがだったでしょうか。さすが分離、負ける速度が速かったですね。参りました。他にもですね、こんなものが分離できないかという方はぜひお問い合わせください。もっと機械について知りたいと思った方は弊社ホームページからカタログダウンロードやお問い合わせができますので、お気軽にお問い合わせください。またですね、今回ご紹介したこちらの機械、こちらはですね、テスト機になっております。サンプルをご用意いただければサンプルテストが実施できますので、合わせてご検討のほどよろしくお願いいたします。これからも弊社の機械を紹介していきますので、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。みんなでリサイクルを推し進めましょう。